皆さんこんにちは、ともみです。今日は近所のご婦人からじゃじゃん、青パパイヤをいただきました。聞いてくれる？聞こえる？なんか音が鳴ってる。木から落ちたものをくださいまして、これちょっと調理してみたらということなのでいただいてきました。今日はね、なんでこんな格好してるかと言いますと、夜から私のあのバンド練習なので、バンド仲間に食べてもらいたいなと思って、今日は急遽これから青パパイヤを調理したいと思います。まずはね、ちょっと洗って、よいしょ。青パパイヤなんてね、初めてもらった。あ、結構思ったより柔らかいですね。かぼちゃより全然柔らかいです。出てきた、なんか出てきた。おお、すごい。これ種、これがさっきのなんか音出してたんですね。こうやってね、わわわわ、これ種、ちょっと種だけちょっと取っとくか。おお、結構簡単に取れるんですね。なんか青パパイヤってすごく栄養があるみたいで、じじゃん。これをちょっとうちの庭にちょっと巻いてみたら青パパイヤできるかな。わかんないですけど。一つは炒め物にして、一つはサラダにしようかな。すごい匂い、青パパイヤ、匂いがすごい、なんか 青っぽい、青臭い匂いしますね。これでこう剥いていきます。はい、こうやって青パパイヤを剥きました。一つはサラダにしたいと思います。サラダということで千切りですね。今日のね、バンド練習のライブはですね、6月12日にポプラ屋でありますポプラ屋45周年の記念ライブの練習。そのライブはオールデイズとか歌謡曲、昔懐かしのね、ちょっとバブリーな時の、あの歌謡曲などを演奏して、もうみんなでワイワイ盛り上がって楽しく過ごしたいななんて思ってます。ミュージックチャージが2500円、ワンドリンク付き、あと飲み物はオール500円、あと食べ物はね、持ってきていいので、皆さんピザとかね、あのお寿司とかジャスコとかでね、買ってね、みんな持ってきてワイワイしてますけれども、もしよかったら遊びに来てください。それと6月18日は島子姫祭りというのをやります。島子姫という歌を歌いますので、遊びに来てください。無料のイベントなので、島子姫という存在をね、これから初お披露目ということなので、皆さんもしよかったら君津のフルーツ村直売所前にて6月18日待ってます。はい、こうやってパパイヤを水に浸してアク抜きします。10分程度らしいです。で、もう一個の方は豚肉とパパイヤの和風炒めを作ります。このようにアクを抜きます。こちらはサラダ用で、こちらが豚肉と和風炒め用です。どんな反響かな、楽しみ。美味しいまかないを作りたいと思います。じゃじゃん、まぜまぜしてます。皆さんのところ行き渡りましたか？はい、じゃ今日はバンド練習お疲れ様でした。強制的に座らせてなんかビデオ撮ってますけど、青パパイヤをいただいたので、青パパイヤの豚肉炒めと、あと青パパイヤのサラダを作りました。皆さん食べてください。はい、いただきます。はい、青パパイヤってどう？初めて私も料理したけど、ゴーヤみたいな。うん、ゴーヤというか、なんか
うん、そう、ウリウリ。味付けもあれね。うん、味付け美味しいですか？やったうん。そう、青パパイヤなの。サラダの方はどう？サラダも味付けうまいね。私？やっぱり？ねえ、ほんと。サラダは美味しい。いや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 、ちゃんとあのドレッシングを作りました。ちゃんとあのね、ハーブソルトとレモンを絞ってやったんだよ。うんね、で今日は美味しいということでいいですね。嫁に